はい、でも今日ペイちゃんです。さあ、こういうコーナーやっていきましょうということで、今回ですけども、こちらのね PC 版の方に先行でね新しいガチャが来てまして、これ、なんちゃら降臨ね、全くもってちょっと読み方がわかんないんですけど、まあ、一応なんか確率みたいなとこ押すとね、こういうなんかルール説明が始まって、まあ、ちょっとね全くもって意味がわからんいや本当に意味がわからない。ただあのラインナップはね一応ショップで見ることができて、ショップの、まあ、例えば衣装だったら、まあ、東京リベンジャーズじゃなくて、これね、火のやつ、炎のグレンの力とか、かっこいいなこれ。あとはこの、ね、氷系のやつで、雷系のやつ、はい、そして、風系のやつで、この4種類が新しく追加されてたりとか、もう多分この辺が当たるのかな。で、銃だったら、これだよね。これが、グレンの力、ね、火のやつね。で、AWM、氷のやつ。で、95式、風のやつ。で、SK12、雷のやつ。SK12 いいよね。進化もなんと今回7段階あるということで、もりもりだな。でも SK12 の金銃はいいね。これが一番欲しいかもしんない。SK12 ね、ちょうど、めちゃくちゃ強化されて、今すげえ強くなったから。で、これが95式。まあ、緑もかっこいいね。で、カウンターでしょ?で、マズルフラッシュ。緑かっこいいな。まあ、こういうね、撃破エフェクトと。ボイスはないのかな?で、これが AWM。これが氷系のやつ。これも、7段階。全部7段階、えぐいな。これ全部7段階にしたら、すごい量のチケットを消費しちゃうね。で、まあ、ラスト、炎、ね、グレンの力。これも7段階。えぐいな、今回のこのガチャ。これ全部コンプするってなったら相当大変だぞ。マゼルフラッシュ、激アベクト。かっけー。激アベクト、火のやつが一番かっこいいか。で、あとは、乗り物とかもあんのかな?乗り物。セダン。はい。グレンの力。セダンは、乗り物はね、この多分火のやつだけなのかな。なんか早そうだよね。真理だって。今までなかったよね。真理って。あったかな?多分ないと思う。俺の記憶だと。で、バイク。これ欲しいな。これまだもらえないと。で、これですね。氷のバイク。なんか、タイヤ太。タイヤ太いな。まあ、二輪バイクの、やつだね。三輪車。三輪車はないのか。まあ、こんなところっすかね。新しく追加されたのは。まあ、ちょっと、あ、なんか、あるな。仲間、ワンコロ。犬ちゃんがいる。犬ちゃんが4種類。まあ、そんなとこっすかね。まあ、ということで、ちょっと、全くもって意味がわかんないんですけど、ガチャ。あ、待って、交換ショップあるな。ちょっと交換ショップ見てみようか。交換ショップで、300、全部300台なんだけど。え、待って、3088だって、えぐない?3000 はえぐいだ。どのくらいもらえるかわかんないけど。まあ、こんな感じのラインナップですね。まあ、ちょっとね、本当に意味がわかんないんですけど、まあ、とりあえず引いてみようか。1回60金券だね。まあ、とりあえず1回回してみる。どんな感じ?あ、こういう感じ?え?意味わかんない。緑になって。緑になる。なんか、外側の唐辛子。何?おめでとう。なんとかのレベルは高いほどボーナスが良くなります。なんとかのレベルを上げる。無料版と、勲章版がある。どうしたらいいのこれ。とりあえず無料でいく。とりあえず1回目なんでね。はい。これで一旦ちょっとやってみましょう。また回ったよ。今度氷になって、氷からの唐辛子が一つ。意味わからんマジで意味わからん。報酬受領、何これ。コイン4枚、コイン4枚だけなんですけど。待って、マジで意味がわかんない。ちょっと多めに買って一気に引いちゃうか。これどうなったらいいの、どうなったらいいんだよ。このなんか、唐辛子というかなんか、マガタマみたいなやつが多ければいいのかな。保護追加3個で必ず成功。何が成功になるんだろう。はい。氷の?氷からの?多分これ数が多い方がいいんだよね。2。あ、レベル2になったよ。
レベルプラス2。これレベル3か。レベルがマックスになるとさらにボーナスゲット。ちょっとマジで意味がわからん。はい、今度火になって。今度火になって、2。レベルキープ。変わってなくね。え、待って、次えぐくない？次、勲章8個も使うんだけど。ちょっと待って待って待って。これ受け取っちゃっていいの？え、どうした方がいいんだろう？勲章8個追加した方がいいのかな？え？わからん、これ。なんか、ちょっと意味わかんないけど、まあ、PC 版のね、動画ってなんか実験台みたいなところあるから、ちょっとやってみよう。まあ、実験台だからね、これ。これを実験台にしてちょっと。何？何も起きなかったんですけど。もう一回買ってみるか。え？ちょ、本当に意味がわかんない。何？はいはい。で、氷からのレベルが1個追加されて、今レベル4まで来たね。ちょっと待って、次えぐくない？ 21 個だってよ、勲章。これ一回受け取ってみるか。いやでもせっかくだから21個使ってみる？勲章。高いんじゃない？ 1260 金券だって。果たしてこれ意味があるのか？意味があるんですかね？赤。火からの、はい。に、レベルキープ。え？これどうなったらいいの？わからないんだけど。また21個。いや、さすがに一回受け取るか。さすがに。え？なにこれ？仲間一匹とコインが188枚。え？なんだこのガチャ。なんなんだ一体。マジで意味がわからん。え、普通になんか当たったりはしないわけ？普通になんか当たったりはしないのかな？これで、レベル2でしょ？レベル2で、これ受け取ったら、コインだけ。あ、そういう感じ？そういう感じだ。なんか普通にさ、ガチャ見たく、何かがこう直当たりするわけじゃなくて、これコインを当てて、交換しろっていうガチャなの。だよね。で、たまにさっきの犬みたく、たまになんかおまけで何かついてきますよ、みたいな。そういうこと？なんなのこのガチャ、おもんな。このガチャおもんないぞ。マジで。え？だよね、多分ね、25% で一番上で、属性を決めて、で、レベルを決めて、レベル4、0.1% だって。なんなのこれ。もうなんかローディングってだって画面画像追加されてないし、まあでも多分そういう流れなんだよな、多分ね、多分そういう流れだわ。マジか。うん、まあたまになんかおまけでなんか出てくるけど、基本的には交換ショップで交換するみたいな、そういうことなのね。メダルってかコインを、あ、ほらやっぱそうだわ。レベル7まで行くと3088枚がもらえるから、まあそうすると一撃で車交換できちゃうっていう。なるほど！なんだこのガチャ。おもんね。おもんないな。でも SK12 だけは欲しいな。SK12 当たるまではちょっとやってみよっか。当たるっていうか交換できるまでやるか。なんかそれ以上はもういいかな。なんか見ててもなんかね、面白くないでしょこれ。これどこで、あ、この辺で受け取った方が、あ、いいね。この辺がいいわ。うん、8枚追加するんじゃなくて、ね、58枚ぐらいの時に交換するのが一番安く済むんじゃね、もしかして。あと5枚ちょっと使っちまおう。これ残ってるも仕方ないもんね。いやー、マジか。このガチャのシステム、まあ、多分新しい挑戦だと思うんだけど、今回限りにしてほしいな。マジで思んない。マジで面白くない、これ。はい。追加投資。ねえ、これ。上がんの？上がってくる？はい。変わんないキープ。で、また使えってことでしょう。これで必ずレベルアップするのか。
これ多分さ、俺もいまいちなんか面白くないというか理解できてないけど、多分見てる人も多分これこんなん見せられてもって感じだよな。まあ一応動画にはするけど、どうせどっちにしても多分スマホにも来るからね、これね。これなんだこれ。なくなったわ。はい、受け取っていきましょう。ギリギリ届くんじゃない ?SK12。SK12、あ、ギリチョン。ギリチョン行きます。これ3088とかもう、ねえ、遠すぎ。はい、とりあえずじゃあこれだけ、まあ新しいんでね、これだけ交換していきましょう。今でなかったよね、SK12 の金枠って。あざす。はい、雷鳴の力。ね、これだけいただきます。まあ普通にかっこいいよね、これは。まあ大体約、3500金券ぐらいか。で、まあゲットっていう感じかな。まああとは運にもよるんだろうけどね。うん、いや、まあ。ちょっとね、ちょっとって感じかな。三国志のガチャとはまた違うんだよね、これはね。ちょっとわかんないけど、三国志はなんか2月十何日に来るっていう話だけど。まあ、そんな感じですかね。はい、ということで、PC がね、27日かってなってたんで、ワンチャンスマホ29とか、まあもしかしたら明日ね、28から来るかもしれないんですけど、まあ興味ある人は引いてみてください。多分認識的には、さっきのね、メダルを当てて交換をするっていうね、ガチャだと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。